どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、マリオットダウンタウンホテルの前にいます。エリアとしては近くに911メモリアルとかね、ワンワールドトレードセンターとか、そこら辺のローワーマンハッタンエリアに私はいます。で、本日はねこちらに一泊お世話になろうかと思います。今ね3時過ぎぐらいなんですけども、ちょっとチェックインできるかね聞いてみて、できそうだったらさせてもらおうかなと思っております。それでは行きます。それでは無事チェックインができました。今回は3101ということで行きたいと思います。それではね中に入りました。中はこんな感じとなっております。広いですね。眺めはこんな感じとなっております。すごいですね、ワンワールドトレードセンタービューですね。いやこれはすごいめちゃくちゃ綺麗ですね。で今回はですね、バスタブをリクエストしたらですね2ベッドルームでもいいっていうことで、いいですよって言ったら2ベッドルームになりました。部屋はこんな感じとなっております。でコーヒーマシンですね。あとはこのお水は、チャージ系のお水ですね。で、設備としては冷蔵庫がありますね。よいしょ、これは何も入ってない。ここにも何も入ってないですね。部屋をぐるっと回るとこんな感じですか。で、こちらにねメッセージ、何かと思ったらメッセージカードですね。ハウスキーパーですね。で、LG のテレビと、あとこれはバーのメニューですね。で、ここは、金庫ですね。金庫と追加の枕。で、バスルームです。こんな感じとなっています。こちらは結構、ニューヨークのマリオットこのブランドのアメニティが多いですね。で、タオルと鏡。あとはバスタブですね。よいしょ。こんな感じとなっています。シャワーも2つ種類がありますね。動くやつと固定と。っていう感じですかね。それではねこちらに一泊、お世話になります。でね、ラウンジなんですけども、ちょっとねこれから私観光に出てしまうんで、ちょっとね夕方以降利用できたら利用させていただこうかなと思っております。それではねこのホテルにも、ディスネー城フィーがあります。25ドル分ねありますので、こちらをね、レストランとかでね利用するという形になります。でラウンジ等々でも使えますね。はい。でラウンジもね5時から10時基本的に空いておりますね。あれですね、またここのラウンジも土曜日だけやってないですね。月曜から木曜日
ですね。で金曜日は、朝6時半から11時まで。ってことはもう土曜日は完全にクローズっていう感じですね。もし利用する方はね、気をつけてくださいね。せっかくラウンジ使えると思ってきたら使えなかったりすると結構残念なんで。それではね、5時半過ぎましたんで、ラウンジの方にね、オードブルータイムということで行ってみたいと思います。それでは行きまーす。マリオット、ダウンタウンのラウンジです。それでは行ってみます。So anyways, I'm trying to give she's really questionable. I just think this is just それではラウンジ来ました。こんな感じで撮らせていただきました。それではいただきます。お肉で美味しい。お水。このラウンジはね、ラウンジからもう最上階にあるんで、自由の女神とかね、見れるんですよ。すごいですね。とても眺めがいいラウンジになってますね。すいません、これベーコンに巻かれてるのに、まさかお餅じゃないだろうなと思ったらホタテですね。美味しい。残念ながらね、アルコールは有料になってますんで。宿泊にかかるディスネー上品用法で消化することももちろん可能です。とても美味しいです。私はこれを食べてからまたどっか観光に行きたいと思います。
ちょっとね朝焼けが綺麗そうだったので、外に出てきたんですけども、いまいちよく見えないですね。まあでもワンワールドトレードセンターがね本当に並び沿いにあるんで、すごい綺麗ですね。今ねこちら、6時半ぐらいなんで、これからね、ホテルの朝食行きたいと思います。それでは行きます。ヨーグルト、ブルーベリーですね。おいしい。フォークを取ってくるのを忘れるとですね、手でいただいちゃいます。フレンチトーストですね。美味しいです。甘そうなドーナツ。サイズが大きくないのでいいですね。ちっちゃいドーナツ、美味しいです。このラウンジから自由の女神が眺められるっていうのはちょっとポイント高いんじゃないでしょうか。今回ね、客室からも、ワンワールドトレードセンターが見えました。リクエストが通れば、自由の女神が見える部屋もあります。利用される方は、ね、ぜひ、まあ、通してもらえるかどうか分かんないですけども、まあ、リクエストするのはただなんで、リクエストしてみてはいかがでしょうか。うん、美味しいですね。それではね、サクッと食べて観光に行きたいと思います、マリオットダウンタウンのフィットネスセンターです。5階にあります。それではね、時間になりましたのでチェックアウトしていきたいと思います。今ちょうど1時
ちょっと前ぐらい12時半過ぎぐらいなんですけども、これからね私は電車で、空港の方に向かいますんでちょっと早めにねチェックアウトいたします。でオファーとしましては、レイトチェックアウト16時までね、利用可能ということになっております。では最後にですね、ワンワールドトレードセンターめっちゃ綺麗ですね。それではチェックアウトしていきたいと思います。それではねチェックアウトいたしました。今回ね一泊滞在させていただきましたけども、眺めはね本当最高のホテルでしたね。で客室は、普通のスタンダードルームからワンワールドトレードセンタービューの部屋にアップグレードいただきました。でラウンジはですね基本的に使えますので、まあ、それもねプラチナステータスの特典かなと思います。で個人的にはねとても満足の滞在でした。まあ、ちょっとね場所が、だいぶマンハッタンの南側ですので、まあ、景色を撮るか、立地を撮るかっていう感じですね。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。